うわ、またこんなに散らかしちゃって。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインインブラック。彼の名は BJ。 悪い宇宙人から地球を守るために文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。17番機兵というのはトライポッドと戦うために作られた BJ が乗っていたロボット。もうおとなしくしてないと見つかっちゃうよ。やつと蹴取っていきたい。部活もうすぐ終わるからね。やつの蹴取っ。ロッカーに閉じ込めたのは悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないのよ。朝説明したじゃない。BJ、 私の部屋だと弟が勝手に入るから隠れてても見つかっちゃう。学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。やつの、静かにしてないと MIB に捕まるよ。この辺うろうろしてるんだから。休み時間にも来るから静かにしてるんだよ。というわけだからいい子にしてて。今度は出てきちゃダメだよ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。箱、夏物だよね。行く。え、なんで？いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。何なのそれ、時計？それはその秘密。また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと先輩に怒られるよ。危ないな。もう行ったよ。夏の機兵と探索。はあ。機兵と行こう。私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いとけない。部室には放課後まで誰も来ないし、ロッカーの中ならまず見つからない。おっと、危ない危ない。
秘密情報が丸見えだよ。もしも BJ が見つかりそうなら素早く体育バッグに隠せばきっと大丈夫。もう分かってるの？見つかったらエリア51で解剖なんだよ。待ちなさい。しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。な、待つんだ。まだ追ってくる。どうしよう。まずいわ。階段にも黒服がいる。南じゃねえか。尾形君、どうした？UFO が現れる。それが黒服の男に追われてるの。なんだ、あいつらに何かされたのか。どうしよう、捕まったら解剖されちゃう。何？むかれちまうってのか。お服を。宇宙服？そりゃ全部よ。きっと隅々まで調べられる。な、羨ま、いや断固許せん。心配すんな。そんな変態行為放っておけるか。お？これ、てめえら許さねえ。思わず手が出てしまった。何なんだこいつは。あっちから来たな。何なのあいつは。こっちに来る。階段にも黒服がいる。今誰かいたぞ。てめえら校舎で何してやがる。ユキちゃん、ちょうどいい、手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。まだその辺にいる。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。いいぜ。特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい。我々が捕らえる。で、どんなやつだ。嘘よ、
ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん、ああ、また物質が荒らされてる。それに見てろ。な、何を見るんです？し、こっちで静かに。洗濯カゴだ。うわ、見たか、ミナミ。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。私の17彼、ユウ、いえ、これ私の。ミナミの目覚まし時計なんですよ。時計？秘密情そんなの持ち歩いてんのか？その、これじゃないと時間わかんなくて。劣化すぎない？もしもビー、あれ、その格好で帰るの？ああ、ちょっと急いでて。今度はどこを探すの？
セクター1って。セクター1、探索国、リリー発見並ぶ。そっか。セクター2って2016年、一度いた。トライポッドがいたところか。今は危険。その下のはセクター5、1945年。過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。すごいすごい。あのカビ臭かった旧校舎が、すっごい木の香り。だって間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。わかってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは、3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。ちらっと見てきたらダメかな。ダメよね、わかってる。騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知した。稼働中の騎兵がある。騎兵、ここにあるの？ドローン稼働。表記は違うけど、ここが私の教室だ。誰か来た。隠れなきゃ。ゴートさん、時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。どうしてです？ごまかさないで。私、分かってた。あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん、待って。忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。はあ、ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。今のゴート先輩、どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね、そっくりだし。騎兵、あやめ峠だ。え？彼女、話してた。あやめ峠って、公園のあるとこ？1945年、公園じゃない。行こう。
手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしている。電気していた。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが99万機。そうか、17番って言ってたね。17番機話してる。99番機仲間の騎兵。私には動かせない。BJ の仲間はどうなったの？消滅を確認する。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。BJ。それよりこの機械、あ、システム変更されてる。メインを迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この時代の技術では不可能。では明日丸八丸丸に。誰か来る。当時博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。だのになぜだ。遺憾だ。これでは高利さんのようだ。セクナ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの？今度はこっちから誰か来る。もう。19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか2人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。同時博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除と。もうここに用はないが、保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いで、ここから離れよう。うん。着いたよ、BJ。
データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？きっと変えられた。変異できない。え？帰れないの？在籍完了まで78時間24分。そんなにここにいられないよ。未来に帰る他の方法ないの？安全が転移。ここと疲弊だけ。疲弊？なんだ今の。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ隠れているのは。待て。君は。はい。ここだな。陸上部の部室は奥か。伸びたね、なっちゃん。ゆきちゃん、髪伸びてて分かんなかったよ。ほら、なっちゃんが伸ばした方がいいって言ってたから。そっか、文通の返事が返ってこなくなって心配してたんだよ。ごめん、引っ越してからいろいろあってさ。でも今日からここに転校なんだ。本当に？なっちゃんがここだって知ってたし、顔見たいと思って探してたんだ。でも陸上部は意外。たくさん話したいことあったんだから。まだ部活中だろ。私もこの後行くとこあるんだ。慌てなくてもいつでも会えるよ。そうだね。部活頑張れ、なっちゃん。うん、またね。明日ね、ゆきちゃん。ゆきちゃん、転校してきたんだね。その呼び方やめろ。名前で呼ばれるの好きじゃねえんだ。だって今。うるせえ。あの子はいいんだよ。俺のこと覚えてるよね。さあ、どうだっけな。運命の出会いなんだけどな。商店街で一度会っただけだろ。懐くな。ひどいな、ゆきちゃん。それやめろ。よう網口、探したぜ。げ、
尾形念次。なんだ、ガミネの高宮じゃねえか。こんなとこで何やってんだ。殴り込みじゃねえだろうな。転校してきたんだ。幼なじみのなっちゃん、中学で離れ離れになっても文通だけはずっと続けてた。たった一人の大事な親友だ。私につきまとうナンパなボンボンさ。そのくせ桜じゃ万格らしい。中学ん時に腕っぷしで名を上げた野郎だ。この辺りの不良なら誰もが知っている。転校ね、制服違うじゃねえか。これはメガネ野郎の手違いで。いや、あんな少女趣味の制服着れるかってんだ。だけどこんな時期に転校すんのおかしくねえか。人にはそれぞれ事情があるだろ。何か企んでるかもしれねえぜ。因縁つけるのも大概にしろよ。じゃあなんでこの学校に来たんだ。なんでって、そりゃあ。連れてきました。行くんだ。待ってたよ。君は外してくれ。彼女と二人で話したい。高宮ゆき、16歳、鈴ヶ峰女子高等学校1年。男子校に乗り込んで不良生徒数十名と乱闘。12人を病院送り。なかなかの難物だ。にがぐり工業へお礼参りしてるところにマッポが嗅ぎつけてきやがったんだ。絶対チクったやつがいる。新学校のやつら死にはしなかったかい。骨折が3人、他は打撲と軽傷だ。そりゃ残念だ。ふん。なんだよ、あいつらが仲間に手出ししやがるからけじめつけさせただけだ。あんたら大人には関係ねえ話さ。随分警戒されてるな。簡潔に言おう。君のその腕っぷしを借りたい。我々に協力してほしい。はあ？協力ってのはダチを売れってのか。誰がマッポの手先なんかになるかよ。他を当たりな。君の父親高宮平太は暴力団員を視察して現在実刑で服役中だね。それがなんだよ。刑務所内で受刑者に命を狙われている。刺されたのは暴力団幹部だ。彼らのメンツもあるんだろうね。未遂だがすでに2回襲われている。我々ならば安全な刑務所に移すのも可能だが、それは君の返答次第だ。やり方が汚ねえな。ヤクザを刺して無所に入ったチンピラさん、そんなやつでも私にとっちゃただ一人の肉親だ。聞きなさい。四季島重工業を知っているかね。ロケットに航空機、鉄道船舶から家電まで手広く作っている上場企業だ。その四季島重工が秘密裏に兵器を開発している。某国の核兵器開発に加担している可能性が高い。それが私と何の関係があるんだ。調査を続けた結果、兵器の開発に関与する子供数人の存在が上がった。いずれも高校生。四季島の息のかかった学校に集められている。子供に核爆弾でも作らせてるってのか。バカバカしい。付き合ってられねえ。